皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズさんの妻の小杖です。今日私が出てきたということは何をするかと言いますと、特にね、何かを作りましょうということではなくて、今日はですね、私もこのウクレレを弾いてちょっとね、いろんなことやってみたいと思うんですが、何をするかと言いますと3分レッスンをやってみようと思います。で、ガズさんのそのね、ガズレレの中のこういろんな3分のレッスンがあるんですけども、でその中で、私もねちょっといくつかチャレンジをしてみようかと思ってまして、で例えばそのガズさんが一緒にねこういてくれてこうレクチャーをしてもらいながらやると、なんかね一緒にやってるとね、こう生で一緒に弾いてるとなんかできてる感じになるんですよ。なんだけど、じゃあ実際自分でやってみてって言うと、もうすごいもうどこまでも早くなっちゃったりとか、すごいってぐらい遅くなったりとか、いろいろあるので、なんかねそんなあたりもこうね、私もそうなるって感じのことをね、ちょっとこう体感していただけたらまあ嬉しいなっていうのと、もしかしたらすごいできちゃうかもしれないんで、ちょっとそのあたりをね見ていただけたらと思います。ということでやってみようと思うんですけど、全部やるわけにはいかないから何にしようかなって言って、8ビートの茶やってみたいと思います。どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ今回も3分リズム練習を始めていきましょう。今回は8ビートの茶でいこうと思います、はい。リズムのテンポ100ですね。 C を押さえて、メトロに合わせて一緒に演奏していきます。1,2,3,4気持ちがいいです。Am テンポは100ですから、ちょっと8ビートだとのんびりできるテンポかなと思います。 Em7 力は入れないでくださいよ。皆さんの手を見てください。力は全然本当に入ってない F。8ビートってね、16ビートほど派手じゃないんだけど、実際弾いてるときは、一番気持ちいいかなって感じがしますね。じゃあ次。
16ビートのチャやってみようかと思います。16ビートのチャはね、ていうかなんかね、16ビートはまだいいんだけども、16ビートのチャになるとなんかね、そのチャの時にこうチャッとした手をねこう置いちゃうんですよね、私癖で。だから8ビートの時は置いててもなんかこのリズムの流れになんかどんどん乗っていけるんだけど、16ビートのチャの時って置いちゃうとなんかこう間に合わなくなっちゃって、そっからなんかせかせかしたイメージになっちゃうのと、あと最初のその一番最初のこの戻る時のあのふんわり感っていうのが、ガズさんと一緒に弾いてるとね、なんかそのできてる感じがするんだけど、そこがね何気にねいつも課題なんでございます。特にあのちょっとスピードがある時の16ビートはね。どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。3分リズムトレーニング今回も始めていきましょう、今回は16ビートのチャです。テンポは100で3分間いきますからね、メトロムに合わせて一緒に始めていきましょう。押さえてください。これはね、一個発見がありました。あのね、ガズさんのこのなんていうの、あのさ、画面の手を見ながらやると、なんつってんの、なんつうのかな、こう自分がさっき言ったけど、その置きに行ってる手と、あと置きに行く前の茶に入る時のその手の、やっぱりそのよくガズさんスナップって言ってるじゃないですか。あの意味がなんかね、こう自分との速さの違いがよくわかるから、ガズさんのその手を見て同じようにその速さでこうね、あのちゃんときにこう持っていくと、なんかね、そっからこう置きに行くっていうのも結構なくなる感じもして、とにかくその
この人の手のその速さ、そのチャに行く時のスナップの速さと戻る時のそのこう感じっていうのをそのまま真似していくと結構あのこう気持ちよくなるっていうか、そのいわゆるそのなんていうのかな、リズムがこう持たれたりなんていうの、こうガチガチになる感じが結構ねなくなるかもしれない。なんかね今ちょっとあの後半は気持ちよかったです。最初はねやっぱなんかこうぎこちなかったんだけど、なるほど、そういうのの見方もいいかもしれないですよ。これね私あの、まあ、ぶっちゃけできない自信があるんですけど、16ビートのアルペジオって結構ねあのガズレの曲で使ったりするんですけど、であのガズ大の時にあのこうメトロノームのレッスンがねこうちょっとの時間あるんですよ。その時にいろんなねこう混ぜるんだけど、16ビート の, そのアルペジオっていうのはね大体ねいつもねこうアハハって笑ってごまかしてるんですけど、それをやってみようかなと思います。どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。3分リズムトレーニングプログラム、今回のテーマリズムはこちら、16ビートのアルペジオです。これはね力入れてるとちょっと難しくて、ゆったり気分でやっていきましょう。テンポは100で、3分いきます。 C を押さえてください。よく聞いてワン力入れないでください。ガチャガチャなっちゃダメですからね、これは。優しく体を張りなさい。このメトロノームに合わせるようにリズムをちょっと
ですよ、これ Em7朝練習してたんですよ。その時の方がやっぱりめちゃめちゃうまい。なんだけど最近ね、ちょっとなかなかこう朝こう定期的にやることがなくなって、ちょっとやってみたんだけど、8ビートとかね、まあ、そういうのはまあもうなんていうのかな、こういろんなことで弾く機会があるんだけど、そうじゃなくって、まあ、例えば本当ほとんど弾くことがない16ビートのそのアルペジオとか、あとなんだっけな、あのシャッフルとか、そういうのができてた時ももちろんあるんだけど、それがもうやっぱやらなくなるとやっぱできなくなるもんですね、という感じで、皆さんも全部ねやるのは大変だから、なんかね自分は今どこの辺なのかなっていうのを確認する上で、まずはねこう四つ引きからやってって、で経点ここ超えたっていうふうに思ったら、そこでねちょっとこう始めていくのもいいかななんて思っております。びっくりした。師匠の助言はいりませんか。もうだってもう全然できなかった。本当もうね笑っちゃった。動画にならないかもしれないぐらい。本当16ビートの16ビートのアルペジオが壊滅的、うん、そんなに。でね、ちょっと今動画でも言ったんだけど、うん、100じゃなくてもう一個遅いのがあってもいいかなと思った、うん、それをこうなんていうの練習。ああまあ100よりも無理。100無理。16他の16ビート大丈夫だったの。あ、16ビートはなんていうの、多少間違えたけど、うん、1個ね、すごい発見があったからそれをね伝えてるんだけど。あ、そう。あ、じゃあ後で見ることに。そうそう、やっぱりあれだよ、ここでも言ってるけど、そのやっぱりこれ仲良くなんなきゃいけないからね。 それとだから、そうあーってこう抵抗しちゃうともうダメです。お友達になんない、うん、音とお友達、うん、これがポイントですよね、うん、でもやっぱりでもそれもね急にやってもそれ無理ですよ。だからね私もね一時、うん、すごいやってたじゃん朝、はい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 、であれを最近ちょっとしなくなってた。そうだよみんな、ね、これ見てるみんな、やってる時は本当なんかな、全てがメトロノーム気持ちよくってなってたって。だけどなんかねこうやっぱりこう離れてる自分が分かるっていうか、まあまあね、そうなんです。そうだからこれこういうのってやっぱりね急にできたなと思ったらもうあれで、だから常にやっぱりやってないと、一回できたからもういいやってなっちゃうとですね、また離れていっちゃうからね。そう学びがあったということ。そうもうねすんごい汗かいやどうかなと思ってさ、まあでもそ自分でね課題が見つかるんだったらね。いやめちゃめちゃ分かった、うんうん、いいと思うよ。だから3分はだから本当1日たった3分どれでもいいからね、うん、あなんかう、うん、簡単にできると思っててもいざ真剣にやってみるとあんまり難しいっていう、うんうん、だ今日の動画は私顔怖いかもしれないけどちょっとそこはね許してくださいって感じで、ね、はい、じゃあね、はー、うん、よかったじゃないですかね、たまにはこういうのも大事。みんなもちょっと3分動画忘れてんじゃないかなとか言ってね。そうだね。そう、いいタイミングで。はい。はい。はい、皆さんも3分、たった3分ですよ。はい。はい、こういうのをやっとくとですね、気持ちよく音楽できる、はい。はい。ちゃんとそうも。最後終了。はい。ということで、これからも私も3分、何か一つこう、ね、続けていこうと思います。ということで、今日は、小杉でした。ありがとうございました。そうさあお知らせです。今 G ラボのウクレレたち大好評で販売予約受付期間に突入しております。旅レレはちょっと受付はちょっと終了しちゃったんですけど、他のウクレレたちぜひチェックしてみてください。概要欄に貼っときますよ。で9月9日10日はウクレレピクニックで G ラボウクレレのブースが出店決まってます。よろしく。はい、そしてですねガズレレではねアプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある清書されてる楽譜でですね、こっちはかっこいいバージョンの表記もあるんでこれかなり役立ちますからね。でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとかすごくいいものになってるんですけど、このね楽譜がですね書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。 Amazon とかあと島村楽器さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですねガズレレではねウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズ
ピアノ、これ鍵盤楽器ですからね。これね、ほんとガズレレ楽しんでいる方だったらあっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映ってる水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。